はい、そしたらね、2本目の動画やっていきましょう。さっきはね、カマエル倒したんで、2番目、下から2番目いこう。原始的大天使だから、誰まあ、ラミエルかな、なんとなく。特に深い理由はない。まあ、違ったら動画なってねえから。勝てねえから、絶対。だから、とりあえず、貴族生で組もうか。ごめん。すげえごめんね。すごいごめん。重力と、貫通か。重力バリア持ってて、とりあえず貫通ならいい感じ。弱点なし。属性効果超アップ。ゼロコンティニュー。一番下がね、全然わかんないんだよ。強化時、壁攻撃力。なんだろうね、壁、パワーウォールかな。あと貫通でいくから、貫通重力でしょ。まあまあまあ、でも。そしたら貫通、誰にしようかね。ねえ、誰にしようかね。あ、確か超 AGB 持ってる。台湾限定だね。名前パッと出てこんかったけど。貴族性の重力バリアの貫通タイプ。はい、ドン。まあまあまあ、ゴエちゃん。ゴエちゃんとナイチンで普通にいけるのかな？かな？まあ同じ。まあいっか。OK。とりあえず勝とう。今回の動画はこれね、勝つことが目的だから。はい、じゃあこの編成でやっていこう。セオボだ。思い出した。行こう。まあさっきの構えの時は一回負けちゃったからね。属性効果超アップ舐めてたっつうか、はい。間違えましたね。どうだ、来い来い、水よし、勝った。パワーウォールプラスバリアめんどくさ。サンフレでしょ、パワーウォールは。あ、これでもあれだね。こっちから行ってサンフレして走れってことか。そういうこと？いや、2フレでダメ入んねえんだけど。待って、ないとサンフレできなくない？あ、毎ターン出してくれるわけね。あぶねえ。はい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 。あ、クエスト内容理解しました。まあこれあれだね。加速キャラとかいいかもね。あとは友情コンボは特に意味なさそうな感じがするけども。こう生え方だけ気をつけなきゃね。こうやってミスっちゃうから。やべ、負けるかも。やだな。とりあえず勝つことが最優先だからな。直入りが一番楽だけど。OK。OK。入った入った、ダメージ。さあ、とりあえずステイ1は突破しましたが、さっきの感じだとね、もうステイ4でボス入ったから、多分今回も5ステージぐらいじゃないかな。今回はビットンが邪魔をすると。こっちからスタートってあんまり良くない気がするんだけど、薄くいって、乗っかっちゃえばこっちのもんってことか。OK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 。気持ちいい気持ちいい。このパワーウォールクエってさ、こう、ダメージバサン入るからさ、個人的には好きなんだけど、ちょっとこう、知恵を使わなきゃパワーウォール振れませんよだとちょっとめんどくさいよね。来た！そしたら、蘇生雑魚がいんのか。とりあえず貫通制限は、反射制限は普通に倒せるべ。OK。で、あ、もう次蘇生か、これ。あ、透過すんのね。何フレ？ 2 フレで倒せたら嬉しいな。ってこれ2フレじゃなきゃ無理じゃね？いった？いったね。OK。さあ、こっからね。中ボス削り。頑張っていこう。2フレで削れりゃ一番いいんだけど、2フレでダメージ多少でも入ってくれりゃね。あ全く入んねえ。全く入んねえタイプだ、これ。なかなかどうしてやってくれるよね。さっきもそうだったけどね、楽勝クエではないんだよね、全然。きっちりかっちり。OK。あ、でも一発なんだ。はまれば一発ってことか。OK、OK。なんとなくつかめてきた。さあさあ、じゃあそしたらね、ボス戦やっていきましょうかと。ビットンが邪魔か。あ、入んない入んない入んない。入んない入んない入んない。きっちりだよ、きっちり。そしたらね、ラミエルタンに触れたいと勝てないからな。はい。いや、むずいむずいむずい。あとビットン壊すそうにないし。
そう、ビットン壊すならワンチャンあると思ったけど、ビットンは壊せないシステムだね。あ、ミスってやばいやばい、普通に負ける。ちょっと待って、俺すごい下手なのかな、なんか変に考えてる。横勘とか、いや横じゃなくて上触れづらいしね。やっぱこれが一番か。とりあえず3フレして、あとお祈りでいっか。入った入った。あ、でも入っても、半分は削れないから、まあ強化してれば半分ぐらい持ってきそうなもんだけど、そこまで強化してないからな。即死食らいそうじゃない？オッケー、あー、ナイス。ごめん、撤退防止の時一瞬喋っちゃったわ。次はもう一言も喋らんから。多分ね、この動画を見てる人の、くぶくりん気になるのはそこだけだと思うから。え、撤退ボックスなんて言うんだろうみたいな。わかる。ここはさっきより削りやすそうだね。ただこれ今上配、下配置だからかな。いやでも上からでも変わらんか、ルートは。さっきよりは幾分かやりやすいね。で、ウィンドウで外に出してくれるからそこはありがたいです。はい、オッケー。いやもう声が可愛いからな。モンスターストライクはね、もうここら辺がうまいわ。あ、これ、あ、これはなかなか、どうしての位置じゃ無理かな。1フレー倒せるかな、内地なら。あ、いけんか。あ、でもプニョは友情でも結構入るね。2フレーでとりあえず魔導士倒さなきゃいけないから、これは多分減速し止まっちゃうな。あ、いや、なかなかどうして。そしたらごめん、加速状態にして無理くり触れられるようにすればいいか。いけるか。入った？あ、入ってない。いやー、参ったな。しかもパックも溜まってねえし、まあ、パックこれレベル3なんだけどね。どうするかな。あんまりいい手が思いつかないんだが。入った、オッケー。あとはもう加速しまくって、いや頼む、オッケー。いやー、声もいいな。しかもビットン壊せそうだし。ごめん、さっき俺ビットン壊せそういないって言ったけど、壊せそうだわ。オッケー、1ビットンやった。2ビットン目もいっちゃったら、これもただただ楽勝食いになるからね。ビットンブレーカーとかありかもね。まあ、そこまでしてクリアしなくてもいいかもしれないけど、でもまあ一応ビットンブレーカーを使えばかなり楽にクエストが攻略できると思います。これ横勘だと美しくねえな。え、どう行くと美しい、これ。ピエンピエンとまではならんけども、この一手ちょっと捨てるかもしれん。多分3フレで割れちゃうんじゃないかな。だよね。オッケー、でもビットンやった。マジ偉い。神。アジンだったわ。そういうつもりで神って言ったわけじゃないんだけどさ。そしたらもうだってこれ敵さえ、あ、でもそっか。油断召されるなってやつか。ダメだ。左側スタートからの方がいいな。やばい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 。これちょっとやばいぞ。まあ、問題はね、即死が、どの程度の即死かなんだよね。あ、めっちゃ入った、めっちゃ入った。うん、いけそう。
撤退ボイスの時は絶対喋んないんでご安心ください。カマエルの時もそうだけど、やっぱ応援系なんだね。頑張れよって感じの。さすが、向かう展開挑戦。いいんじゃないかな。ただごめん、ちょっと五右衛門の声とかぶったよね。なんかごめん。はい、そんじゃあバイバーイ。次のクエストでお会いしましょう。